こんにちは、チルノだよ。なんと、今回初めてゆっくり霊夢とゆっくりマリサ以外の声が登場だよ。あと、アタイ登場のついでに、字幕も変更してみたらしいよ。アタイの字幕は明るめの水色みたいだね。でも、今後も登場するかはわからないんだ。もうそろそろ本題入ったらどうだ？あ、そうだった。今回の動画は、CRED4 の制御回路の解説だよ。でも、水木は解説系の動画はあまり作ったことないから、もしかしたらわかりにくくなっちゃったかもらしいよ。あと、アタイの声で編集するのも初めてだから、もしかしたら口調バグってるかもしれないらしいって言ってた。そこんとこだけご了承くださいだって。じゃあ、まずは CRED4 のおさらいからかな。これがその CRED4 ってやつみたいだぞ。この CPU は、回路サイズ重視のらしくて、小さくするためにめっちゃ大変だったみたいだね。その大きさは、9×26×29 みたいだね。その中でも、今回解説してくのは、この CPU の中枢となる、制御回路ってやつを解説してくぞ。そして、そのために新規ワールドにその回路をコピーしたみたいだね。そして、ここの赤いところが制御回路ってやつみたいだね。なんか、すごく複雑そうだね。そして、この部分だけ切り取ったのが、これみたいだね。すごくすごいね。隙間がほぼないな。あ、アタイが先に言おうとしてたのに先に言われた。この制御回路は、これまでの何回もの幅 9CPU の制御回路を作り直しして、得られた知見なども活用して、3回以上は作り直したものだから、そりゃ洗練されてるか。でも、このままじゃ何がどうなってるのかわかんない。ので、じゃん。赤い制御回路だけくり抜いておいたやつをご用意しておきました。なんだその3分クッキングみたいなのは。ちなみに、下の方のこの水色のが、PC ってやつなんだって。本動画の PC は、すべてプログラムカウンタの略です。それで、上の方にあるのが、命令デコーダーってやつみたいだよ。ALU やレジスタの命令をデコードしてるデコーダーです。この CPU では、ここは赤ではなく対応してる回路の色になっているので、一応残しています。そして、赤の制御回路は、その2つの間に置かれてる、っていうことだね。この水色の回路が一番下に置かれてるのも、スペースをすべて無駄なく使い切るための配置なんだって。それじゃあ、次は、制御回路の、ジャンプ命令を動かすための回路だけを省いたものをご用意してみました。やっぱりまだ複雑だよね。ここが電源入れるところで、その先に繋がっているのが、クロック回路っていうやつみたいだね。このクロック回路は 0.625Hz で、その先のパルサー回路を使って、1レッドストーンチェックのパルスにしています。そして、その信号がロムの出力を遮断している回路に伝わって、命令が制御回路の方を経由して ALU などに送られています。ちなみに、クロック回路の信号は、ここで分岐していて、こっちの方の配線は、PC の方にプラス1をするように指示しています。確かこの回路は、ジャンプ命令とやらを実行する機能を除いたものだったよね。最後に、そのジャンプ命令を実行する機能以外を取ったものをご用意してみました。なんだその3分クッキングみたいなのは。でも、あたいもうよくわかんないからマリサお願い。さっきのジャンプ命令の機能を省いたのとは違って、上の方は比較的空いていて下の方に回路が集中しているように見えますね。これは、実はあえてそんな風に作っていて、内部的には何段階もの層が積み重なっている構造となっています。その層を上の方に配置するか下の方に配置するか、やその層の中での回路の配置も考えられていて。例えばクロック回路は、一方方向に信号を別回路に送るだけなので、内部の方ではなく、外側に配置されています。内部では、あっちこっちを接続し合う必要があるので、内部の方にはできるだけクロック以外の回路を詰め込んでスペースを活用しています。あとは、これは水木氏独自のものですね。実は、この CPU はジャンプ命令の実行時には、この配線を伝って、PC の中の値をマイナス1するように伝えられているんです。それと同時に、ここの配線も辿ってロムから読み出した命令を一回分遮断していたり、こっちではクロック回路の信号を一回分遮断しています。これらを組み合わせることで、ジャンプ命令の後の命令を、2クロック分だけ送らせることができます。2クロック分送らせると、ジャンプ命令を実行する際に重要な、フラグの信号と仮で読み出した命令が実際に読み出されるタイミングが一致します。つまり、その時点でジャンプするかどうかがわかるので、しなかった場合は、そのまま読み込んだ命令を実行しますが、ジャンプする場合は、その命令を遮断し、PC を命令で指定されたアドレスに書き換えるように信号が行きます。そして、ここで保持されていたジャンプ先のアドレスが、PC の内部に伝達され、そのアドレスを読み出すことでジャンプ命令の実行が完了する、という感じです。ここからロムにアドレスを出力しています。あ、そ
そうそう、実はこの CPU のフラグの信号は、ここから来ているんですが、実はここって、ALU でデクリメントとかを実行するための命令を伝達する配線なんですよね。見ての通り、ここの ALU 用の命令デコーダーの信号が繋がっています。これは、実際に実物を見てもらった方が早いですね。ここは、CRED4 の ALU の上部ですが、フラグの信号が、ここを伝って、先ほどの ALU の命令を伝達する配線に繋がっています。あ、ちなみに信号がループしてしまう心配はないです。そして、統合板のガラスの仕様をフル活用して、命令伝達とフラグの伝達を共用しているというわけです。ここのコンパで遮断しているので、誤作動とかが起きる心配はありません。あ、値には、わからなかったけどそうなんだね。まあ、そんな感じです。まあ、実際の回路がどんな感じかはなんとなくわかってもらえたと思うので、動作中の内部ではどんな状況になっているのかを図で説明したいと思います。てなわけでチルの、あとはよろしく。お、OK。この CPU の内部構造は、こんな感じになってるみたいだね。最近の水木の CPU は、命令によってクロックが変動するみたいだけど、最高クロックの速度は、今赤で囲まれた2つの輪っかのところが重要みたいだね。これまでは、右側の ALU レジスタの輪っかの方が遅くて、こっちをできるだけ速くしようと頑張っていたんだけど、右側が速くなってしまったことで、今度は左側の制御回路ロムの方が遅くなってしまったみたいなの。それじゃ、制御回路とロムのところを、どのように高速化したのかを説明するよ。まず、水木的にはロムや制御回路は、こんな関係にあると考えてるらしいよ。この図を見ると、確かに輪っかになってぐるぐるしてるように見えるね。それじゃあ、これがどのように動いているのか見てみよう。まずは、水木が最初に作った CPU の動きを見よう。最初のは、まず、制御回路が次の命令を読み出せって、PC に指示をしているね。そして、その次に PC が一つ前に読み出したアドレスに、プラス1をしてから、お隣のロムに読み出してもらうように伝えているね。そして、ロムが PC から伝えられた場所の命令を読み出して、命令を読み出したら、その命令を制御回路に送って、これで一連の流れが終わっていたんだね。それが、途中から PC の制御が変わって、速くなったみたいだね。それはこうで。まず、制御回路が PC に指示をして始まるところは変わってないね。そしたら、PC はすぐに今保存していた値をロムに伝えるんだ。すると、ロムはこれまで同様に PC から送られたアドレスの命令を読み出し始めるんだけど、なんとそれと同時に、PC が次に備えて、今伝えたアドレスをプラス1して保存しておくんだ。そして、ロムは読み出し終えた命令を制御回路に伝えて終わりだよ。PC の動きが、こんな風に変わったことで、PC の待ち時間を短縮できたってわけだね。ちなみに、この方法は、NXRED J5 あたりから採用され始めたそうだよ。でも、この方法に加えて、さらに高速化させる必要が出てきてしまったみたいなんだ。それで、今度は制御回路の方が変わったみたいなんだ。それを見てみると、まずは制御回路が PC に指示をしているね。そして、それを受けて PC がロムにアドレスを伝達しているね。そして、ロムは命令を読み出し始めて、PC は次に備えて準備をしているね。けど、なんとそれと同時に制御回路がまたさらに、その次の命令を読み出すように PC に指示をするんだ。PC たちは大変そうだね。そして、PC はまたアドレスをロムに伝えて、ロムは最初に読み出すよう指示された命令を読み出し終えるんだ。なんか、カオスだね。まあ、これをずっと繰り返しているみたいだよ。実際にはこれを 1.6 秒ごとに繰り返してるみたいだから、すごく早そうだね。なんかあっさり解決しちゃったように感じるけど、実際に CPU に組み込むときは、水木の CPU は、命令によってクロックが止まったりするから、それに対応させる必要があって、そういう場合にどうなってるのかを見てみよう。まず、制御回路が命令を読み出すように指示をするところから始まってるね。そして、それを受けて PC はロムにアドレスを伝えているね。そして、ロムは PC から伝えてもらったアドレスの命令を読み出し始めて、制御回路はさらにまた次の命令を読み出すように PC に指示してるね。そして、ロムから読み出された命令が制御回路に伝わって、一番最初に読み出した命令がジャンプ命令であったことがこの時初めて判明するんだ。そうしたら、まずクロックを止めるんだけど、そのままでは今ロムが読み出しているまだ必要ない命令も実行してしまう。そこで、制御回路が取る行動とは、なんとわざわざ読み出した命令を遮断するというものだったんだ。まあ、そうするしかなかったみたいだけど、わざわざ読み出した PC とロムはかわいそうだね。あと、これだけだと、PC の方は、実行してない命令も実行されたことになっちゃってるから、PC の方にも、なかったことにさせるんだ。これで、ジャンプ命令の後の命令は実行せず、次からもジャンプ命令の次から再開できるんだ。それで、クロックは1回分停止させるから、PC に戻すように指示してからは、1クロック分の休憩がやってくるんだって。すると、また制御回路が PC に命令を読み出すように指示を出すんだ。PC は、それに応じてロムにアドレスを伝えて、読み出しを開始するよ。でも、実はこのあたりのタイミングで、ジャンプ命令で重要なフラグの信号が送られてくるんだって。
このフラグの信号によって、ジャンプするかが決まるんだけど、まずジャンプするとしてみてみよう。ジャンプする場合、さっき読み出した命令は必要ないことになるから、これもまた遮断してしまうんだ。そして、それと同時に PC にジャンプ先の命令を読み出すように指示を出すんだ。すると、少し時間が経ってからロムに伝えるんだ。そして、ジャンプ先の命令の読み出しが始まるよ。これで、この命令が読み出し終えたら、ジャンプ先の命令を実行できるから、これでジャンプ命令の実行は終わるって感じだね。フラグの信号で、ジャンプしなかった場合はそのまま実行するだけだから、ジャンプ命令実行時に CPU の動作速度に差ができてるのは、こういうことだったんだね。ふう、疲れた。でも、これでようやく終わりだ。お疲れ。ところで、なんでそんなに詳しく説明できたんだ？だって台本にそう書いてあるんだ。音読お疲れ。子供扱いするな。まあ、これで全部解説したはず。なので、動画を終わりにしたいと思います。あたいが挨拶したい。では、ご視聴ありがとうございました。